レッティングエンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡に属しで、レッティングエン行政共同体の本部所在地である。レッティングエンは、ビュルツブルグの南約35キロメートルのバイエルン州内に位置し、直接バーデンビュルテンベルク州と境を接している。この町は、ビュルツブルグ郡南端の町である。タウバーガー周辺は、 川の流れは豊かではあるが、その気候は、バイエルン州内の比較的乾燥した地域に属す。また比較的温暖な地域でもあり、気温が、摂氏30度を超える夏日が30日程度ある。一方、摂氏0度を下回る冬日は10日ほどしかない。本市は、公式には4つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 この町の創世期は明らかでない。5世紀後半にアレマン人のルーター族が初めて列展源を築いたと推測されている。はっきりと文献に記録されたのは1103年であった。1275年には列展源に都市圏が授けられた。1298年、この町はリントフライシュ迫害運動の震源地となった。最初は法遠道へ家の所領であったが、 後に、ビルツブルグ死去領に移された。14世紀から、レッティンゲンは、大館の所在地となった。これは、死去領主の支配領域拡大を意味している。17世紀のレッティンゲンドイツ農民戦争は、レッティンゲンを無傷のままにして通り過ぎてはくれなかった。この町の経済活動は、この戦争で、機能停止の状態となった。長年の死去領主支配下で初めて、 ユリウス・エヒター・フォン・メスペルブルーンはこの町の主にブドウ、幸いに依存した経済を拡大強化した。30年戦争では、レッティングエンは4回も略奪や強奪の被害を受け、その後、グスタフ2世、アドルフの時代にタウバー渓谷は戦場となった。16世紀から17世紀の戦争で、この町と市民は廃墟の縁にまで追いやられた。世俗化により、 政界諸公領が廃止され、レッティンゲンはバイエルンのウンターマイン軍に属すこととなった。バイエルン王は1837年にフランケンをオーバー、ミッテル、ウンターフランケンの3つの分割した。1919年にレッティンゲンは独立した自治体となった。レッティンゲンの市長者レッティンゲンの市議会は 何十年も市長を務めたギュンタールドルフは2008年の選挙には立候補しなかった。2008年3月2日の選挙ではマルティン・ウムシャイトが75.59%の票を獲得して当選した。レッティンゲンはタウバー川沿いのワイン街である。レッティンガー・フォイアーシュタインには広さ約30ヘクタールのブドウ畑がある。このうち70%がミュラー・ツルガウだね。 20%がジルバナーダネ、ね、10%がリースリング、トラミナー、ケルナー、ショイレーベ、バッカス、シュバルツリースリングなどのブドウ種が栽培されている。また、タウバーシュバルツという特別なブドウも作られている。この種は何世紀もこの地方で独占的に栽培され、熟成されているローカル種である。演劇祭の客席が設けられたブラッテンシュタイン城の 中庭ブラッテンシュタイン城の中庭では1984年から毎年演劇祭が開催されている。市壁とシュネッケン等、レッティンゲンは1950年にアウクスブルクの市長の提案で制定された観光街道ロマンティック街道に面している。この街道はビュールツブルグからアウクスブルクのバートメルゲントハイム、ローテンブルクオップデアタウバー、ホイヒトバンゲン。 リンケルスビュール、ネルトリンゲン、ドナウベルトといった中世の佇まいを残す旧市街を有する町を結んでいる。ありがとうございます。